ゲーム始まりました。向こう側スキンヘッドのパプヨールユー、まずはフォアハンドで1点を取りました。この日本の松平健太のプレーの特徴、改めてどういったところでしょうか。そうですね、攻撃もすごいんですけど、はい、やはり守った時のブロック力がすごいと、はい、いうことですね。天才的なブロックをします。ただ止めるだけではなくて、はい、下回転ブロック、そういう松平しかできないような、はい、ブロックがありますよね、はい、そして、まあ、皆さんご存知の松健サーブ、しゃがみ込みサービスですよね、はい、赤い面で出すのか黒い面で出すのかがわからないというあのサービス、はい、世界でダンスでやるのは松平だけと、はい、こういうことで特徴がありますよね、はい、そのサーブを一体どこで出してくるか、これも一つのポイント、はい、終盤になったら出してくると思います、はい、序盤2対2、6、パパヨールユーが拾ってくる、フォアハンド、これも止める、いやーパパヨールユーも打点の速いブロックですね、はい、いやでもこの松平の動きすごいですね、はい、点は取られたものの、はい、そして早送りではない、しかしそう見えるような鋭い動きです。そうですね、あのパパヨールユーの使ってるバック面がちょっと粒が立ってる表ソフトというラバーなんですね、はいはい、それでちょっとタイミングが最初合わないと思います。これ相手の黒い面ですね。そうですね、はい、しかし弱点はそこにありますから、はい、逆にどういう風に攻めればいいんでしょうか。そこを長いサービスを使ったり、はい、こういう長いレシーブ、はい、長い筒を使ったら起こすしかないんです、はい、起こしたところを今みたいに攻めていく、はい、というのはすごい有効です、はい、そのあたりの攻め方も非常に興味深い松平健太の試合ですね。で長い下回転に対してはドライブできないので、はい、今みたいに安定しないカットがあるんですね、はい、あーナイスボール、早い打点の松平健太、ボールが台についてから本当にすぐ打つかないです。さっき2本少しボンミスしましたよね、パパヨール、はい、ああいうのを見ると対戦相手は、ね、安心するんですよ、はい、松平は今ちょっと安心してると思います、はい、序盤3対2と一旦リードされましたが、そこからは相手のミスが目立っています。